2月7日から年10月日日は日、本の元オートレース選手、栃木県生まれ、旧期、船橋オートレース場所属、栃木県佐野市生まれ、飯塚が小学生の頃、実家は大井オートレース場の近くで自転車店を営んでいた。近所に大井オートの選手が住んでいて、オートレースの話を聞いたり、オートレース選手に憧れていた。商売柄、 自転車やバイクに幼少期から触れており、父親の運転するバイクの後ろに乗り仕入れへ出かけたり、河原で運転させてもらったりしたという。14歳の時、船橋オートレース場で初めてダートレースを見て、衝撃を受け、その場で選手になることを決意する。1970年在団法人日本小型自動車、新公会第9期選手候補生合格。 1971年船橋オートレース場にてデビュー。前述の栃木県佐野市は、飯塚の父親の故郷。飯塚の出生地ではないが、父親の故郷への思い入れが強く、晩年まで栃木県佐野市出身をプロフィールに使用していると本人が語っている。飯塚将校は、ミスターオートと称えられた。オートの神様、広瀬時夫と共に、 オートレースを語る上で避けることのできない人物である。飯塚はトライアンフがオートレースで接見していた時代に最も強い選手として君臨した。虎は整備が大変複雑で乗りこなすのもまた難しいというエンジンだった。実際、同期の篠崎術は虎には適応できず、目黒に帰島へ乗り換えた。当時と定性だったオートレースで規定の乗車年月を超えても、 師匠の許しが出ないと大廃棄量のエンジンへ乗り換えはかなわなかったが、飯塚は3級車3年2級車1年1級車、短期等1年と最短ペースで虎に乗り換わったのである。そして、まるで虎の細かい癖までも熟知しているかのような整備と、それまで誰も試みなかった虎による外角走法で、飯塚は船橋は愚か。 全国でも最強と言われるほどの選手へと進化したのである。飯塚の虎時代の競争者呼び名としては、工場が代表的であった。この工場という呼び名は、元は飯塚の師匠であった、ス内ウ哲也選手が工場という呼び名で使用していたもので、落ち者事故により、半身不随の重傷をい引退を余儀なくされた師匠からその工場号を譲り受けたのが、 そもそもの始まりである。それ以前は、ガーファンクルや、キャロルという社名があったが、飯塚自身は、この北上総運に代表される北上氏の北上に由来した法上という名を好み、ベル法上や法上25という風にアレンジを加えて使用していた。英国トライアンフ社の倒産、1983年の北上閉社により、 1980年代後半トライアンフの部品はイギリスまで出向かないといけないほど入手困難となった。そしてその感激を塗ってデビューしたのが富士二気筒である。飯塚は誰よりも早くこの富士二気筒を導入する。トラへのこだわりが全くなかったわけではないが、後の富士でなければ勝てないという状況に対応するため苦渋の選択でもあったとも言える。富士へ乗り換えた飯塚は 当時の特別競争の三大タイトルをすべて制覇するなど虎時代ほどではないが素晴らしい活躍を見せる。1993年エンジンがセアへ統一されてからは一度も SG を優勝していない。セアは若手選手でも順応しやすいエンジンでオートレースで勝つための要素が次第に強さから速さへ移行していく過渡期でもあった。この高速化の流れに飲み込まれるかのように 飯塚の強靭な走りは影を潜めてしまう。セアの折り返え後は、往年の絶対的強さには及ばないものの、存在感を発揮することは多く、時折往年の強さの片鱗を見せることがあり、第9回 G1 全国地区大抗では当時圧倒的な強さを誇った片平には、敗れたものの準優勝、2006年には、第25回オールスターオートレースゆう等の戦績を残した。 オートレースでは全選手が0メートルハンデ戦から発送する競争をオープンレースと呼んでいる。前世紀の飯塚はスタートの切り方非常にうまく得意としていた。全レースがオープン戦で実施される日本選手権オートレースで6回の優勝を記録しているが、これは同一選手による歴代最多優勝記録で今日まで破られていない。広瀬時を、光を、 勝本茂ト篠崎実の川口オートレース所属4選手は1970年代、終わり頃から絶対的な強さから川口4天皇と呼ばれていた。飯塚は、当時一時事実上の引退を強いられていた広瀬を、除く3選手と特別レースや記念レースで常に派遣を争った。飯塚が SG を次々に制覇する1977年から1992年の間に、 安倍、勝本、篠崎は、それぞれ二度ずつ SG を優勝している。一見少ないように思われるが、当時特別競争の絶対数の少なさを考慮すると、安倍、勝本、篠崎の優勝回数は、飯塚に匹敵するものであり、当時の飯塚にとって最も大きな障壁は、間違いなくこの三人だったとも言える。飯塚は、川口大都開催の GI 競争を生涯。 優勝できなかった。この事実は、ある意味、オートレース界の七不思議とも言える。だが、川口四天皇を中心とした、当時の川口オートレースの選手層の厚さの証明であったとも言える。ミスター・オーと、飯塚将校をして、雲の上の存在と言わしめた選手がいる。それが、同期の梅村隆志である。もともと旧期は、精鋭揃いの世代であった。 飯塚以外にも、勝本茂樹や篠崎みのる、板橋忍などの春鋭がひしめいていた。その中にあって、梅村は彼らよりもさらに頭一つ飛び抜けた選手であった。選手候補生時代に養成所で行われる模擬レースでは、梅村は常に飯塚よりも10メートルハンデが重く、後年飯塚は梅村を自分がどんなに努力しても勝てない雲の上の存在と評している。 そんな、梅村であったが、1971年4月29日に行われたデビュー戦、まさかの落車事故で殉職してしまった。健在であれば、飯塚と共に間違いなく一時代を築いていたで、あろうと言われ、飯塚自身も、彼が生きていたら、自分はこんなにタイトルを取れなかった。生きていれば、間違いなく、オートレースの歴史を変える選手になっていたと、10回している。 2013年5月27日、船橋オートレース場で行われた、形成杯が、飯塚のラストランであった。6月7日、夜間に、選手引退届を提出。飯塚は、もっと走れる気持ちはあるが、体力の限界を感じたことから引退することを決めた、とコメントを発表した。2013年7月7日に LG である、船橋オートレース場で引退セレモニーが開催された。 2014年8月、療養中に船橋オートレース場の廃止を知った。飯塚は無念さを隠しきれず、自分の生まれた1950年が初開催、21歳で、選手になって、僕の青春時代、人生のすべてを過ごした場所ですから来年度限りで、廃止されるならとても寂しいし残念ですと語った。2014年10月11日、胃がんのため死去。64歳ボ 1977.7883.8687.89年の史上最多計6回優勝の実績を破る選手は今なお出現していない。また、1980年の第12回大会から1992年の第24回大会まで実に13年連続で優勝戦に進出し続けた記録も未だに破られていない。ありがとうございます。